んにちは、鍋さんでございます。今回は開封レビューですね。早速見ていきましょう。今回はこれだ、じゃーん、サニトラですね。サニトラで合ってるよね。うん、サニトラですね。まあ比較的ね、新しいキットとなっておりますのでね、中身、まあ鍋さん珍しいよね、こういうのね。まあこれもいただき物ではあるんですけれど、早速ね、中を見ていこうかなと思います。ちょっとね、やっぱりこういったキット気になってたんですよね。どんなもんかなって。結構この後ろとかね、物を載せたりとか、夢広がるキットではないかなと思いますので、ではね、早速開けて中をね、確認していこうかなと思います。で、カメラ変えますね。さあ、それでは中を見ていこうと思います。どんな感じになってんのかなとね。はい、バシン、完全未開封でございます。橋本さん、いつもありがとうございます。キットをね、提供していただいて。おお、なんか中身すごいさっぱり、なんかすごい少ない、こういうもんなのか。で、クリアパーツですね。クリアパーツめっちゃ綺麗ですね。こうやって見るとバリもないね。綺麗ですね。ちょっとね、詳しくなくてね、申し訳ないんですけど、これは新金型で新商品なのかな。出たのはつい最近っていうのは知ってるんですけれどね、こう金型の使い回しだったりとかさ、そういうのかなともちょっと思っちゃうんで、最近の長谷川のキットであれば結構組みやすいんじゃないかなっていうふうに思います。ボディ自体も、モールドも、モールドはまあ立て直した方がいいかな。結構この辺が薄い感じがする。ちょっとカメラだとこれ分かりづらいな、白だから。だけど他の部分は、モールドは多分塗装を繰り返してたら埋まっちゃうだろうな。もっとメリハリをつけた方が車的にかっこいいかもしんない。まあでもなんかあれだね、変にエコボがあったりとかそういったものは感じられないかな。結構綺麗な出来だね。で、あとこれだけか。まあメッキパーツと、パネル等がある感じですね。まあこのままこれを見てもね、ちょっと分かりづらいので開けちゃいますか。どうせね、作るんだからね、そのうち。ビリビリ。パネルは綺麗だな。こういう細かな芸がね、入ってるっていうのはちょっと嬉しいですね。これは何だろう、フックとかの、何だろうな、これ。まあ後で説明書見るんで確認しますか。タイヤがちっちゃい、すげえ小さい、何これって。まあこの時代っていうとあれだけどね、サニトラって人気だよね。いまだにたまにこう、何、自分、あの自家用車として乗ってる人がいるぐらいだしね。タイヤちっちゃい、あれ、タイヤがいっぱいついてる。バージョンが選べるのかな。なんか渡辺のホイールに似てるような感じだね、これね。スポーツな86とかこんな感じじゃないですか。まあね、それでもちっちゃいけどこれで。まあインパンダッシュボードのこれがここに入るのか。ああ、こんな風になってんだね。長谷川のいいところって意外とこう細々としたところがついてるっていうのでね。これなんだろう、これスペアタイヤかな。ああ、ちっちゃ、小さいな。これでもなんかいじった方が楽しそうだな。まあちょっと鍋さんどうやって作るかわかんないですけど、ドノーマルで作っちゃうかもしれないし、この日産サービスカーとして作っちゃうかもしれないし、逆になんかちょっとこうホイール変えたりしてちょっと遊び心出すかもしれないしっていう感じかな。板バネ、まあトラックならではだね、板バネはね。いや、いいね、かっこいいね。これはこれで楽しみ。いつも思うんだよね、絶対これついてくるよね。これはでもなんか楽に作れそうだな。ボディサイズもやっぱり小さいしね。まあ時代が時代で、これでロングボディだからね。シートもついて、まあちょっとこうどうやって遊んでこうかっていうふうに思うな。っていうことは、この今デカールがついてるこのデカール自体はこんな感じなので、見ていくと
まあそのままのね、パッケージのまま作ろうと思うと塗り分けが必要ですよという感じですね。デカールでどうのこうのっていう、まあ赤い部分っていうのはちょっと大きくなるんで、まあ確かに塗り分けだろうなと思うんですけど、青い部分もあれだね、デカールではないんだね、下の部分ね、ここの部分ですね、すべてこことここは塗り分けですよと。真ん中の日産のマークのデカールはそのまま使ってって感じか。これはなんかちょっとこう遊んだ方が楽しそうだな、なんかもったいない気がする、そのまま作るのもね。まあこれはこれでねいいと思うけど、ジオラマを再現したいなみたいな感じだとね、このまま日産を使ってもいいかもしれないですね。なんかそのガレージみたいなのをね再現するには、あこれか、さっきのこの引っ張るやつ、これも赤く塗ってあったんだけど、あれだね、こうなんだ、なんだっけ、紐とかこうさ縛るときに使うやつだね。なるほどね。なるほどね。結構いい感じだね。これ見ると分かるんですけど、ここにちゃんとこういうさ、見てここに低車高標準車高っていうのがあるっていうことは、要はさ物を乗せたところを表現するときにはこの低車高にした方がいいって感じだね。何も乗ってない状態のときには標準車高にね設定しておいて、でジオラマとかでこうなんか荷物を乗せますよみたいな感じの時には、それを再現するためにこう荷物で重みでね車が下がってるようなのを表現する時に、この低車高用の方の選択してあげるといい感じになるんじゃないかなって思いますね。なるほど。こんな感じですね。まあちなみにメッキなんですけど、綺麗だね。まあ出たばっかっていうのもあるのでまだ何とも言えないですけど、バリも非常に少ないな、こうやって見ると。これは期待できるやつかな。まあ、こうメッキパーツとかね傷がついちゃうんでね、中にちゃんとねしまって保管しておきましょうね。でまあこうやってしまってて、まああとのプラパーツはね別に傷ついても塗装とかしちゃうんでね、まあそのまましまうっていう感じかな。まあということでですね、一応ちなみにこの必要カラーみたいな、このなんかボディの色、79って書いてあるな。79は、シャインレッドか。ああ、シャインレッドね。なんかブライトレッドっぽいような気もするんだけどな。なんかちょっとパッケージのこの箱の絵を見ると、若干赤というよりも、ちょっと若干朱色が混じってんじゃないのかな、みたいな感じがすると、ブライトレッドの選択の方がいいのかなっていう気もするんだけど、シャイン、一応指示的にはシャインレッドなんだ。まあ多分、これはクレオスの方をね優先で書いてあるので、ね、ここにも書いてあるんですけど、それを見るとまあシャインレッドがいいですよ。で多分ガイアかなんかを使うんであれば、ブライトレッドとかの方が具合よく色味が出るんじゃないかなっていう気がするな。なるほど。で下の青い部分っていうのは5番になってるから、それはもう素直に5番なんだ。なるほど。まあそんな感じですね。特別ボディの色っていうのを標準で塗ろうとすれば、まあ普通のブルーとクレオスではシャインレッド、鍋さん的な意見ではブライトレッドガイアですねとかでいけばいいかなと。も白は白でいいのか。なんだろう、綺麗な状態で飾りたいっていう場合はブライトレッドを使って、ホワイトの部分っていうのもスーパーホワイトとか使うとこうすごく綺麗な雰囲気に見えるんじゃないかなって思います。ピカピカの超新車みたいなね感じ。まあそんな感じですかね。鍋さんならちょっとそうするかなっていうところでございます。まあでもなんかちょっとこれはね、なんか遊び心が出るような車かなって思うので、作る際にはねよく考えてやっていこうかなと思います。よし。まあということでね、今回はね開封レビューでございました。まあね、皆さんね、なんかこう購入する際のね何かしらの参考になればなと思います。
オーディオのあるね、これデカールもついてるね。へえ、なるほど。長谷川のキットのいいところってこういうのもついてるところだよね。デカールが、あの車庫証明だとかね、車検ナンバーだ、車検の件だとかさ、こうやって書いてあるの、これもなかなかの強みだよね。あんまり他のメーカーなかったりするからね。まあということでね、また時期が来てちょっと作ろうかなと思ったら始めていこうかなと思うのでね、その際また見ていただけたらと思います。まだ今ね、作りかけのものや制作依頼で途中で止まってるものとかで、ね、たくさんあるんでね、まあ、今回は皆さんが購入する際の参考になればというレベルの動画で申し訳ないですけれど、割とこの今見た感じだと作りやすい感じになってるんじゃないかなと思います。まあボディもね、なんかこう後乗せでどんどんやるっていうよりも、この ほぼこの一体でよしっていう感じになってるんでね、ただモールドは彫り直した方がいいと思います。よし、ではね、また制作する際には見ていただけたらと思います。ではまた。